はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の1ベクトル ② をお送りします。で、前回からね、1ベクトルが始まって、これで2本目です。で、今回は問題のみで6問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな?じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回、三角形をね、使った、内分点とか、中点、重心とか、いろんなものが盛りだくさんで入ってて、それをね、いろんなベクトルを表していく問題なんですけど、まず、図にね、ある程度書いておいたんですが、確認します。三角形 ABC があって、辺 ABBC を3対2に内分する点をそれぞれ DE とします。で、今回書き込んであるんですけど、書き込んでない時もあるので、テストの時とか。その時は自分で書き込んでください。まず、AB を3対2に内分するのが D でしょ。AB を3対2に内分するから D。次が BC を3対2に内分する点が E です。BC、3対2に内分する点が E だね。で、次、AC の中点が F です。ここね、AC の中点、ど真ん中が F。で、三角形 ABC。これの重心が G となってます。で、AB ベクトル。これを B ベクトルとして、AC ベクトルを C ベクトルとして解いていこうっていうタイプの問題。で、これはですね、今回1ベクトルのところで一応取り上げたんですが、その前の知識でもある程度解けます。実は。と解けるのも結構あるんだけど、例えばこの1番とか解ける。AD ベクトルね。で、今回 AD ベクトル。前回、このね、1個前の動画で内分する点、外分する点ってやったじゃんか。その M たす N 分のみたいな。やったんですけど、これ D って内分するからさ、AB を3対2だから、どこ使うんだみたいな感じになっちゃうんですけど、実はそれ使わないんです、これ。そう、使わなくて解けるっていう。で、どう考えるかっていうと、今ね、AB ベクトル。ここね、こっちの、ちょっと書いておこうか。こっち向きの AB ベクトル。これが B ベクトルなんです。で、ベクトルっていうのは、ちょっと1ベクトルから頭離してね。AB ベクトル、ベクトルっていうのは、向きと長さが大事なわけじゃないか。大きさね。で、ここまで、A から B までが全部で B ベクトルなの。で、AD ベクトルって、それの途中じゃんか。これね、求めたやつ。で、途中で向きが同じなんだよ。で、答えから言ってしまうと、これ、5分の 3B ベクトルなんです。暗算で解ける。で、どういうふうに考えるかっていうと、3対2でしょ。でね、これ多分ね、うまくできる自信がないんだけど、12345個。5個に分けたうちの123個分と2個分なわけじゃん、本当は。で、D っていうのは、5個に分けた、B ベクトル。全部を5個に分けたうちの3個分なのね。だから、B ベクトル全体の5分の3倍に値する。5個の中の3個分だから。B ベクトルを5個のうちの3個分で5分の 3B ベクトルと。こういう風に解いてほしい。これは俺の解き方ね。これね、違う解き方の先生もいるんで、実は。いるんだけど、ごめん、俺これでしか教えられないんで。これがまず解き方。で、本当は2番いってしまった方がいいんですけど、先にちょっと3番やらせて。AF ベクトル。同じようにやりたいんで。で、AF はどう考えるかっていうと、これも中点だとね、前回の知識使いたくなるんですけど、結局、この AC ベクトルが今 C ベクトルでしょ。中点っていうのは、AC を1対1に内分してると。つまり、2個に分けたうちの1個分なんです。C ベクトル全体を2個に分けたうちの1個分が AF ベクトルなの。だから、2個に分けたうちの1個分で C ベクトルをね。つまり AF ベクトルは2分の 1C ベクトルとなるんです。だから前回の知識あんま使ってないですね。そこに関しては。じゃあなんでこの前回1ベクトルの勉強を初めてね、始まってからこの問題を取り上げてるかっていうと、ここで使うんです。2番で。で、今、青でね、次解きますけど、今色間違ったかと思った。ごめんよ。ここの E を解きたいんです。で、E っていうのは、BC。これを3対2に内分します。で前回そのね1ベクトルは何かっていうと、例えば A っていうのを A ベクトルって置いて B を B ベクトルって話をしたじゃんか。で今回もここね B っていう場所を B ベクトルって考えることができます。で C っていうこの点の位置の情報を C ベクトルって考えることができるんです。ごめん C ベクトルは入ってなかった。下に書こうね。ごめんよ。でこれがね位置だったりとかちょっとねパニクってしまう元になるかもしれないんですけど、前回も説明したように1ベクトルっていうのは書いてなかったらどっかにある O っていうそこをスタート地点にしてここまでのことだよ、だからこの点のことを A ベクトルって言えるんだよっていう話をしたでしょ。で今回は O ではなくって A がスタート地点支点になってる。 A からスタートして B までで、この B の場所のことを B ベクトルって言うことができます。AB ベクトルが B ベクトルだから。A を支点って考えればね、固定してしまえば。で、C も同じです。そう考えると、この AE ベクトルに関しては、BC、ね、BC を3対2に内分することができる。で、そう考えれば、3たす2で5分のクロスで掛け算するから、2B ベクトル 3C ベクトル、足すだねっていう風にやることができる。公式を使えるの前回のが。でそれをちょっとね書くスペースがないんで先に書いちゃいますけど、分けると5分の 2B ベクトルプラス5分の 3C 引くの忘れてたねベクトルと前回使った内分する点の公式をそのまま使うことができます。いいかな。そういうふうに考えてください。こっちの AD とかはもう B ベクトルがこうって分かってるから5個に分けたうちの3個分とかってできるんですけど、ここに関してはそれができないのでいいかな。こういうふうに解くと楽です。で次重心だね AG ベクトルで、支点が A ね、スタート合ってるんで、AG ベクトル考えていくんですけど、これ重心もね公式があって、もしだよ、もしここの1ベクトルが B、 今置きましたけど俺がここが C でここが A ベクトルって1ベクトルを言ってくれてればいい。3箇所全部1ベクトルがちゃんと分かってて、で O がどっかにある O が支点になってる状態であれば、3分の 1A 足す3分の 1B 足す3分の 1C ってこれ公式なんです。重心の3分の1で全部なんですけど、今回はですねここが1ベクトルで置くことができません。これが支点扱いだから。でそうなってる時どうするかっていうと、これ覚えちゃうといいのかなと思います。重心に関してはその時は同じように3分の 1B ベクトル足す3分の 1C ベクトルでこれで OK です。 A が支点でごめんね失礼しました。A が支点で使っちゃってるんでね、こういうふうに解くことができます。重心に関してはね。で下の2個に関しては支点が A になってません。でここまでずっと A を支点、A がね左側のアルファベットでやってきてるのでそっちに合わせます。 BC を左側を A にしたいと。でそのやり方に関しては前やったように左側を A にしたいんだったら右側の方ね、AC ベクトル A に右側のアルファベット引く A 左側のアルファベットの AB ベクトルってこれ変形して OK ね。ベクトルではで変形してしまって、あれこれどこにあるんだろうって考えるんだけど、ここにあるからね、もろにね。でそのまま入れてしまえば C ベクトルマイナス B ベクトルで、ちょっと順番ね変えた方が綺麗なのでマイナス B ベクトルプラス C ベクトルとこれで OK になります。で、後ろも同じだね。これも支点を A に合わせると、AG ベクトルマイナス AF ベクトルです。で、AG が、こちら一応入れようかね。AG が3分の 1B ベクトルプラス3分の 1C ベクトルマイナス AF、これだね。2分の 1C ベクトル。で B ベクトルは1個しかないんで3分の 1B ベクトルこう計算しましょう。通分すると6分の 2でこっちが6分の3か。だからマイナス6分の1になるね。マイナス6分の 1C ベクトルと。これで OK となります。いいかな。このタイプの問題は、個人的にはね、結構よく出てくると思ってる問題なので、あえてね、取り上げてみました。ちょっとね、パニックになってしまう子も出てくるところではあるんですが、こういう感じで、ここのね、中点の前回やった公式を使うのか、それとも、こういう風に何個に分けたうちの何個分っていう、こういう形でね、で解くのか。で、その辺が準備できれば、他のややこしいやつはね、視点を合わせれば解くことができるので、ぜひこんな感じでやってみてください。ほんじゃ、今回は高校数学数 B の1ベクトル ② をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回 ③ はまた問題演習ですね。問題を取り上げてやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。